最近動画マーケティングとか、YouTube 動画で何万アクセス何百万アクセスで、企業のサイトにアクセス集中とかいろいろなこと、皆さん聞かれると思いますが、じゃあ動画やったらすぐお客さんたくさん集まって会社がバカバカ儲かるのかっていうふうに思われてる方もいると思いますし、どうでしょうってその辺どうなのよと思ってる方もいると思いますが、まずそもそも動画って何、映像って何ということで言うと当たり前なんですけれども、映像とから音楽とかと音声、これが、複合的に合わさってて、そこに演出を加えられたコンテンツ、これが、動画ということになります。視覚的な効果と聴覚の効果っていう2つの効果があるっていう意味では、視覚だけに訴える文字から聴覚だけに訴える音っていうのに比べればはるかに強いインパクトを持っていることは確かです。一番強いのはパッと見てサッと分かるっていうのが動画の強みだと僕は思ってますが、その代わりにこう詳しいことを説明するとかですね、長い説明を、順序よくこう理解していただくとかっていうことに関してはちょっともしかしたらテキストや何かには劣るかもしれないなと思っています。詳しく細かく知るっていうよりはマクロで物をこう理解していく、から印象で物を理解していくっていうことに訴えるのに非常に強いコンテンツだと思ってますんで、その強みを活かせる使い方をすれば、非常に集客もしくはその商品のアピール、サービスのアピールっていうことに対しての強い、ツールになるものだというふうに信じています。